ぼちぼちと走っていきますか。さすがにもう現地で唐揚げ弁当を食う気力は湧いてないですからね。多分買っても、それこそ満喫で入って食べちゃうって言ってもありなのか、ありな気はしてきたな。もうね、年なんで疲れるのが早いのよ。あ、そっか、信号で止まるまでの間にちょっと膝の上に置いておいて軽く溶かして食べたらちょうど良くなるんじゃね。これ頭良くね。俺最強じゃん。これピノではできませんからね。この袋入りタイプのね、個包装ではできる技ですからね。おはよう牛乳とかでもできるか。じゃあ唐揚げ弁当ってところでなると、細かいところだと手っ取り取ってないところとかもありそうですからね。ぜひ情報を募っておりまして、ここに言っても知らないけど。さあ、この作戦どうだ。うん、あ、いいかもしれない、置いとこう。早いな。案外すんなり着きましたね。イッツボナンザシティ。ワイスワナどこどこ行こうか。さあ、ワイスワもだいぶ日焼けしてんな。いや、そこで飛びよう。よいしょ。先にアイス食べてもらわないといけないですね。さすがに帰ってきたらドロドロだと思うんで。はぁ、疲れた、ドロ。お休みがてらいいですね。ちょうどいいぐらいになってきた。お、ラスト1個。やっぱ15個あると食べ応えっていいですね。また。ちょっと口に残ってた。よし、美味しかった。それ、加熱では、なぜかというとバーコードがすっげえ長いですよね。これ多分バーコードの読み取りを少しでも早くしたいんでしょうね。この辺りにも企業性が出ますよね。結構秒単位で、効率化をこうガチガチッと測っていこうっていう感じのね、ところがこういうところでも見えたりするのも面白かったりしますよね。っていう話をねしてるうちに、吉津屋ですね、稲部店、吉津屋稲部店、ワイストアの方ですね、生鮮食品の方で唐揚げ弁当ね、買っていきたいと思います。本編に入るのはもしかしたら多分、もうここで食べずにもう暗くなってきてるし、どこか食える場所に寄るのか、家まで帰るのかわかりませんけど、直接家に帰ることはなかなか疲れてるから、とりあえず、ワイストア寄っていきたいと思います。さあ、買ってきましたけどね、唐揚げ弁当、ラスイティ残っとったんでね、よかった。
これ危ない、噛まれとったら、企画、完全に総崩れ、稲部まで来て総崩れになるところでした。こんなギリギリの時間ね、6時回ってからね、来とるのがダメなんですけどね。まあで、稲部のマイストアさんは、直営店とテナントがそれぞれ入っておるんですけど、テナントの方はもうお弁当系はもうすっからかになっておりましてですね、直営店のみの、購入になっております。テナントの方も多分唐揚げ弁当なんで定番なんであると思うんで、あれなんですけど、まあまたね、第2弾打つのかどういう感じでやるのかわかりませんけどね。まあ、とりあえずね、食べるのはもう暗くなっちゃったんでね。さすがに写真がね、写りもあれなので、ね、今更な感じはしますけど、帰ってからね、夕飯で、夜食でね、食べたいかなと思っております。さあどうしようかな。なんか疲れたんでね、もう、どっかで一休みしてから行ってもいいんですけどね。まあ、まだそんなに暑くない時期ですからね、別に合わせてやってもいいですからね。